仮想に入った途端、モンスターどもの暴走が増した。やはりこの階層が震源地か。関係ねえ、進むだけだ。それにもう見つけた。いたな、お前の目当ては。うざってえ考え違いをいつまでしてやがる。息の根を止めるぞ。言葉をそのまま返してやる。くだらない貴様の強情にいつまで付き合わせる気だ。一体どこまで失望させれば気が済む。やはり副団長の座を譲るべきではなかった。何を言ってやがる。貴様は依然愚病だということだ。それよりも、武装したモンスターゼノスか。我々と同じく目的はヘスティアファミリアへの救援のようだな。ち、俺たちが来る意味なんざなかったじゃねえか。が、ウサギも疾風もいない。まだ合流できていない？一体どういう状況だ？おい、リリスケ！ベルたちは本当に真相に落ちたのか？可能性に過ぎません。ですがリド様たちによれば、この27階層より下の層域へ連れて行かれたのは間違いないそうです。おそらくリリたちも遭遇したワームウェール。急ぎましょう。聞いたか。聞くな。一体どういう状況だ。ここへ来る途中、冒険者どもの肉片があった。モンスターどもが食い散らした跡だったが、尋常な量じゃねえのは確かだ。生存者がヘスティアファミリアとその連れだけなら、疾風の討伐隊は全滅したってことだろう。6年前の27階層の悪夢といい、つくづく殺戮と縁がある場所のようだな、この都は。図らずともシル様の予感が当たったか。救援は続行で構わないな、無能の副団長殿。いちいち聞くな。ウサギと疾風の無事はまだ確認してねえ。尺だが、行くしかねえだろう。ならば追うぞ。我々は疾風たちの所在を掴んでいない。ゼノスの入れ知恵かは知らんが、奴らには当てがあるようだ。つかず離れずの距離で様子を見る。進みが遅すぎる、三下どもが。モンスターどもを蹴散らすぞ。亀みてえな足を少しでも上げるために。こちらの存在を蹴取られるなよ。時間の無駄だ。ここまで来て護送の真似事とはな。